とこの大会は、6年生最後の大会で優勝はできなかったんですけど、決勝まで来れてよかったです。負けてる時に、声が出てなかったので、そこを直して今後頑張っていきたいです。ありがとうございました。子供たちのおかげで10勝取りました。ありがとうございました。スコアで一生懸命僕も頑張りました。桜リーグはこれで終わっちゃいますけれども、次のステップでも子供たちが伸び伸びとやってくれることを期待して、いたいと思います。ありがとうございました。優勝したぞー。センターに、ライナーで打てたのがすごくいいと思いました。これからも、チームで貢献できるように活躍したいです。豪傑志優です。はい、今日は宇宙間にいい人が打ててよかったです。自信はなかったけど打ててよかったです。亀野健太郎です。前の12号戦では負けてしまって、今回リベンジできたのでよかったです。次長島杯でもう一回12号戦やって勝てるように頑張ります。中山大輔です。今日チームに貢献できたので良かったです。これからも長島杯があるので頑張りたいです。デリアです。桜リーグで優勝できて嬉しかったです。今後も長島杯で12月戦うので、そこで勝てるように頑張ります。最後の桜リーグみんなで優勝したいという気持ちがあったん で最後、決勝戦でいい試合できて良かったです。ちょうど最後のこうアゼタで、優勝できたことが本当に良かったです。本当にみんな最後ね、楽しくやれて本当に良かったと思います。はい。